皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、オリンピック競技の中でいらないと思う種目は、どれ?という内容です。では、早速見ていきましょう。30位はカヌースプリント。みんなの意見はこちら。個人的に興味がないし、見ていて面白いとも感じないため、なぜオリンピック競技になっているのか、意味がわからない。カヌーというものに、特に恨みはないが、あまりにも一般人が始めようとするハードルが高いスポーツだと感じ、オリンピックを通じて広めようという、類の競技ではないように思うため、29位はクレー射撃。みんなの意見はこちら。現在の情勢から、戦争を思い浮かべ、あるいは、防衛のための人材の養成につながりかねないと。可能性を感じるため、良い印象がない。かつ、クレー射撃には、免許が不要なため、それを見て簡単に使う人が増加する懸念があるため、銃を扱う競技を見るのは、怖いからです。その他の銃を扱う競技もそうですが、日本のように、銃規制がある国もあるのに、競技を存続する意味がわかりません。28位はスポーツクライミング。みんなの意見はこちら。なんか一時期流行ったけど、結局何がすごいのかわからない。自然の山をクライミングする際に、スピードなど競わないのだから、わざわざスポーツ化する意味がわからない。ボルタリングの延長なのかなという認識しかありませんが、競技人口も少ないし、そんなに世界的なスポーツなのかなと思ってしまう。27位はホッケー。みんなの意見はこちら。競技人口も少ないし、あえてオリンピック競技としては必要ない気がします。氷上の上で行うので、冬季のイメージがあります。あまりメジャーな感じがしないので、盛り上がりに欠けそうです。日本では、誰もが知るスター選手がいない感じがします。26位は、ライフル射撃。みんなの意見はこちら。ライフル射撃に限らず、射撃競技は軍事に由来する競技なので、健全なオリンピック精神にふさわしくないと思います。競技人口が増える見込みも考えにくいです。数年前までならば良かったのですが、現在の情勢から戦争を思い浮かべ、あるいは防衛のための人材の養成につながりかねないと、可能性を感じるため、良い印象がない。25位はローイング。みんなの意見はこちら。正直どうやって競うのか、ピンとこず、あまり楽しみではない。オリンピックでわざわざやらなくてもいいと思う。ルールがわかりにくいし、馴染みが薄いので、盛り上がりに欠けるのではないかという懸念があります。このスポーツの経験者もほとんどいませんし、もっとメジャーな種目の方が好ましいと思います。24位は、10種競技7種競技。みんなの意見はこちら。1種類の競技で、競う方が見てる方も面白いのに、何種類もたくさんたくさん競い合うのが長いくて、しかも、何をやっているのか、わからなくなるから、1種類の競技だけでいい。10種競技7種競技は、競技種目も時間もかかり、注目する選手が出場する時間帯も、よくわからないし、どうやって応援していいのかわからないので、やる必要がないと思います。23位は新体操。みんなの意見はこちら。確かにスポーツであるなら、オリンピック競技に入れても良いとは思う。でも、評価基準が曖昧で、審判の主観で、順位が決まりそうだから、あまり評価基準がわからず、勝ち負けが一般的な人にはわかりづらいから、フィギュアスケートのように、採点に一定の基準はあるのかもしれないが、評価する人によって、結果が大きく分かれるものは、あまり公平性を感じない。以前見たことがあるが、なんでこっちが勝ったの?と思うことが多かった。22位は、馬術。みんなの意見はこちら。馬術は、一般にまだまだ馴染みがなく、馬に乗った経験のある人間は、非常に少ないと思う。また、同一の馬術系だけで、3種目もある必要性を感じないので、一つくらい減らしてもいいと思う。馬術の競技が、多種にわたって存在します。統合を行ってほしいです。競技を見る側にとっては、違いがわかりません。統合を行うことにより、可視化を推進することができると思います。21位は、陸上ロード種目マラソン競歩。みんなの意見はこちら。夏季オリンピックは、真夏に実施するため、42.195キロを走るのは、極めて危険だと思うからです。せめてハーフマラソンの距離で実施できないかと思ってしまいます。夏季オリンピックは夏場に実施するので、42.195キロを走るのは、体への悪影響が心配なため、せめてハーフマラソンくらいの距離にした方が、負担が大きすぎないと思う。
20位は BMX レーシング。みんなの意見はこちら。夏季オリンピックは冬季オリンピックに比べて多種的であるものの、似たような競技があるので必要がないのではないかと思います。スポーツ競技というよりはショーを見ているような感覚に陥ります。自転車競技が他にもあり、トラック自転車やロード自転車、マウンテンバイクと似ている部分が多くあるので、BMX フリースタイルがあるので、レーシングの方はなくても良いのではと思います。BMX はどちらかというと、速さを競うものではなく、テクニックを競うものではないかと考えているため、フリースタイルのみで良いのではないかと思います。19位はテニス。みんなの意見はこちら。オリンピックのみならず、歴史のあるスポーツで、金メダルよりも価値のある大会がたくさんあるため、わざわざオリンピック競技にしなくてもいいと思う。なんとなく、選手もオリンピックに重きを置いている方が少ないのかなという印象を受けるため、主要大会は確立されていて、男子では国別対抗戦であるデビスカップも長い歴史を持って開催されているため、特に年齢制限などの規定がない中で、オリンピックという大会の枠の中で行う必要がないと思っています。サッカーと同じで、プロスポーツとして行うのであれば意味がないと思う。サッカーで記述したようにアマチュアのみの大会としてであればありだと思うが、今のままでは不要と考える。18位は近代五種。みんなの意見はこちら。五種のうちに馬術が入っているところが時代に合わないと思う。2021年に馬に対する扱いで問題が起こった通り、普段馬術のトレーニングをあまり行っていない選手が馬術競技を行う必要性が感じられない。馬術を自転車に変えるなど、時代に合った形で開催されるのが望ましいと思う。競技人口が少なすぎるのではないか、また他の競技と重複しているように思う。フェンシング、水泳、馬術、レーザー乱射撃乱の総合種目というものの、水泳乱はともかく、フェンシング、馬術、レーザー射撃はそれぞれ日本に限らず競技人口がかなり少ないと思われ、また複合競技としては伝統的な10種競技、7種競技があるので、近代と言いながらも重複していると思う。そのスポーツの世界一を見たいのでオリンピックを見ています。一日の間にフェンシング、水泳、馬術、レーザー乱射撃乱という違う競技をするので、力が分散されるように感じるからです。17位は総合馬術。みんなの意見はこちら。私の中でオリンピックは人の技術を競うものです。馬術は人馬一体という言葉がありますが、それでも他の動物を使う競技をオリンピックでやるのがしっくりこないためです。馬の能力によって結果が左右されてしまうと思うから、オリンピックは純粋に本人の力を競うものであってほしいです。馬を巻き込まないでほしいと思います。馬のトライアスロンとも呼ばれていて、体力的にも精神的にもなぜかわいそうだとしか感じません。また鞭で叩いたりと、人間のエゴに過ぎないなと思うからです。16位は7人制ラグビー。みんなの意見はこちら。普通のラグビーならともかく、7人制にしてまでやる理由がわからない。サッカーと一緒ですが、オリンピックよりもワールドカップの方がウエイトの大きい大会なので、7人制ラグビーが2016年からオリンピック競技になりましたが、15人制と同じサイズのフィールドを使用して競技時間は短いという、どこか中途半端な印象を持ちます。もしラグビーをオリンピック競技として加えるなら、15人制ラグビーの方が迫力を感じますので、15人制を選んで欲しかったと思います。普通のラグビーと何が違うのか、なぜ7人制でやる必要があるのか、意味がわからない。普通のラグビーでこと足りるような気がするので、必要性を感じない。なぜ7人でのラグビー競技なんでしょうか。普通のラグビーで実施してほしいです。ラグビーは、やはり広いグラウンドで走り回るのが見たいですし、人数を減らして、試合時間短縮とか、広く競技のアピールとかになるのでしょうか。疑問です。15位はマラソンスイミング。みんなの意見はこちら。正直、トライアスロンと変わらないような感じがする。水泳状況をずっと見ていたが、変化のあるトライアスロンの方が見て、画像に変化がある分、興奮してしまう。変化がないのに、ずっと見ているのは辛い。マラソンは風景が変わるし、選手が丸見えでわかるが、選手が水中で誰かわからないし、今一つ見応えに欠ける。マラソンスイミングは、1980年頃から始まった、比較的新しい競技だからです。オリンピックの競技として選ばれる種目は、世界的に普及していて、競技者人口が多いスポーツが適していると考えるからです。
競泳がありますので、いまいち馴染みがない競技かと思いました。日本ではメジャーではないような競技ですので、それほど関心がいかないような気がします。競技時間が長そう。泳いでいるところをずっと見ているのはエキサイティングではないと思うから、水がきれいかどうか気になって競技に関心が持てない。14位はセーリング。みんなの意見はこちら。先進国しか行っていないスポーツというイメージがあるし、動きが少ないのでルールなどがわからない人たちにとっては応援しにくい。オリンピックでやる必要がない。そもそも国際的に大きな大会があって、そこを世界中の選手は目指すのだろうし、わざわざオリンピックでやるのは国際大会と違うのか。ここ最近出てきた競技のイメージがあると思うので、世界では有名な競技かもしれないが、まだ馴染みのない人が少ないのではないかなと思うため、競技の性質上自然の影響を大きく受けるため、オリンピックの他の種目と違う要素が多いように感じる。そのためセーリングという競技の大会が行われること自体は良いことだと思っているが、オリンピックの中の一競技とすることには少し違和感を覚える。はっきり言って私の周囲の知人や家族や同僚たちも誰もセーリング見てないし、私自身も全く微塵も興味がないので、セーリングはあまりやる意味ないと思います。13位はテコンドー。みんなの意見はこちら。東京オリンピックでは空手などがオリンピックの種目としてせっかく行われたのですが、テコンドーは少なくとも日本で行っている人口が少ないため、あまり競技として関心がないため、競技の中でマイナーな部類であり、柔道と比較してルールの違いが分からず絵的に地味だと感じるから、また一般的にルールも周知されていないと感じる。テコンドーと空手の違いであったり、ルールなどがあまり分かっていない人がどちらかというと多いのではないかなと考えるため、また好きなスポーツでテコンドーを挙げる人が少ないと思うため、人気がなく知名度が低いため、一体誰が見ているというのか不明だ。オリンピック競技として認定されていることすら知らなかった。武道はたくさんあるから必要ない。韓国にあまりいいイメージを持たない。そのため興味を持てず競技を真剣に見たことがない。日本の柔道や少林寺拳法を真似しただけのようにしか思えない。12位はボクシング。みんなの意見はこちら。ボクシングをあまりスポーツとは感じられない。プロレスや総合格闘技などショーに近いものではないかと思っている。格闘技は他にも複数種あるので、ボクシングは不要ではないか。プロであれだけ興行が成功しているのに、オリンピックでわざわざアマチュアでやるべきなのか疑問がある。プロの方が明らかに強いので試合も盛り上がると思う。他の格闘技に比べて接触が激しいし、流血もあるので見るのが辛いから、オリンピックで実施するならもっと違うルールがあって良いと思います。また純粋なアマチュア競技として見られないから、総合格闘技など一部の格闘技に興行のイメージがあり、ボクシングもそれに近い部分があるように思うため、歴史がありプロライセンスもあるまともなスポーツだとは思うが、スポーツとしてよりもイベントとして楽しむイメージがある。ボクシングも飛び込みよりかは事故の可能性は低いが、試合中に亡くなってしまったニュースも聞くことがあるため、多くの人が見るオリンピックであまりやってほしいとは思えない。11位は水泳飛び込み。みんなの意見はこちら。地上から飛び込み台が高くなればなるほど失敗した時の事故率が非常に高くなり、危険なスポーツであると感じるため、オリンピックでやる必要がないと思った。水泳と比べるとあまりメジャー競技ではなく、どのような点に注目してみたらいいのかわからない。花がないように感じてしまう。いまいち存在意義が見えない。水泳飛び込みの競技は一瞬でどれだけ美しい演技を披露できるかなどを楽しむものだが、あくまで一瞬である。観戦する側には競泳などの親しみがあり、わかりやすく応援できる競技が求められていると感じる。一瞬で終わってしまい、何をどう評価して優劣を決めるのか素人にはわかりにくい。競技者は楽しいのかもしれないが、見ていても全く面白くないです。決まった国の人しかメダルを取らないし、ルールが今一つわからない。冬のフィギュアスケートもそうだが、点数の付け方がわからないし、スケートなら時間も長く見ていても楽しいが、飛び込みは瞬間だから見応えがない。10位は BMX フリースタイル。みんなの意見はこちら。オリンピック以外でもしょっちゅうやっている気がするので、わざわざオリンピックでやる必要性を感じない。興味がない人からしたらいつもの試合との違いがわからない。国内や国際大会も幅広く開催されていますし、
世の中の普及は十分に浸透しているので、オリンピックで開催しなくてもいいのではないかと思いました。実力にかなりの差がある場合を除いて、素人には技の得点の基準が分かりにくいと思う。そもそもオリンピック競技に取り入れられるのはどういう条件を満たしたスポーツなのかという定義が分からない。あくまでストリートスポーツであってオリンピックにするまでもないのではと感じてしまったからです。他のスポーツとはまた違ったジャンルのように感じてしまいます。オリンピック競技に必要なのかなと謎に思う。技が得点化できるとはいえ、芸術的評価はしづらいと思うので、今後必要か否かというと必要ないのではないかと思う。馬術もそうですが、乗り物を使用する競技は他の競技に比べても事故自体が重いものになりがちな印象です。特にバイクで空を舞うこともある BMX は緊張感がすごすぎて、技がどれだけすごくても怖くて見ていられないです。9位はアーティスティックスイミング。みんなの意見はこちら。オリンピックの人気取りの種目に思える。アスリートの競技ではなく、アーティストによる表現方法だと思う。オリンピック競技にするのはどうかと思われる。芸術的な部分が多く、スポーツ競技としての採点基準がはっきりしていないため、何をもって順位を決めるのか不透明な部分がある。一般的な競技に比べ、ルールや採点の決まりがはっきりしないので、オリンピックの競技に当てはまらないと思う。また商業的な部分が強く出そうなので、オリンピックと切り離した競技大会にした方がいい。オリンピック競技として成立しにくいと思います。採点基準が曖昧なので、勝敗がジャッジの主観に左右されてしまい、公平性を欠くと思います。メダルを取るのはいつも同じ国で面白くない。また評価点や減点箇所がよくわからないし、審査員の主観によるものなので、オリンピックでする競技にはふさわしくないと思う。冬のフィギュアスケート、スケートボード、ブレイキンなどもそうですが、芸術性を重視する競技種目をあえて点数化することに意味を見出せないので、ブレイキンやスケートボード、冬のオリンピックではフィギュアスケートなどにも通じますが、芸術性が入ってくるものを点数化して競う意味がないと思います。8位はサーフィン。みんなの意見はこちら。競技として競う要素をあまり感じられません。個人個人が海で好きなように楽しめばいいように感じてしまうのですが、採点が曖昧な競技はどれももう一つな気がしていますが、サーフィンは馴染みがないです。やれる場所が限られる国際大会であり、あらゆる国が開催国になれるのが理想だと思うので、サーフィンがやれる海辺を持たない国はそもそも開催国になれないのはいかがなものかなと思う。天候などに左右される競技は他にもあるかと思いますが、サーフィンは特にその影響が大きいのではと思ったからです。同じ条件で競うことも難しいのではと感じています。技の見せ合いで競い合うという趣旨はわかるのだが、サーフィンという波も一定ではなく、やる人によってそんなに変わらない技をたくさん見ても特に面白くない。良い波が来れば勝ち、良い波が来なければ負けてしまう。それでメダルが決まることにいつもモヤモヤしてし、条件で競える舞う。競技人口も少ないですし、そもそも海がない国には馴染みがないと思うので、オリンピック競技としてはいまいちかなと思う。球技や陸上競技が主なオリンピックで、海で行うサーフィンはあくまで趣味や娯楽のイメージ。自分が未経験のせいもありますが、点数をつける判断基準がどこにあるのか全く想像できない。個人の実力があっても当日の天候や波や風の状況に左右され、本来の成績が残せなそう。7位はビーチバレーボール。みんなの意見はこちら。バレーボールがあるので、なぜビーチバレーボールが種目として入っているのか不明である。かつビーチバレーをしている人口が日本では希少であるため、他の種目を増やした方が良いと感じるため、バレーボールがあるのにビーチバレーをやる必要があるのかなというのが率直な感想です。ビーチバレーはバレーよりも足場が悪く屋外なので過酷な印象もありますが、基本的には海で友達と仲良く遊ぶイメージしかなく、水着のせいもありラフな印象です。バレーボールがあるので似た種目を重ねて実施する必要はないのかなと感じる。ビーチバレーの方が注目度も低い感じがするので、こちらはなしでもいいのかなと思う。横島な目で応援をしている人が多い印象があります。メディアに選手の際どいポーズの写真や恥ずかしい写真を搾取されている印象があり、選手がかわいそうなので一度テレビ中継で見ましたが、あまり面白くなかったので、人数も2名なので戦術もそこまでは多くなかった印象で、国別対抗する必要があるのかなと。ビーチやストリート系の競技を見てて感じるのは、楽しそうなんだけど
国というより個人個人の技で競い合うものが多くて、それはワールドカップで満足だなと。バレーボールと違ってチーム人数も2人と少なくラリーが続かないので試合もすぐ終わってしまう。ビーチで行うから選手が砂まみれになってベトベトするのも印象が良くない。6位は障害馬術。みんなの意見はこちら。馬術についてあまり詳しくないのだが、私のようなほぼ知識がない人の中には動物虐待など言いかねない世の中ではあるので、動物を道具として競う競技はなくさないにしても絞った方がいいかも。誘れない。ただでさえ人の勝手で調教されているのにもかかわらず、オリンピックで優勝できなかったら馬のせいだとかなんだか言われているのは人間の勝手すぎかなと思ってしまいます。障害物はとても重たく、馬にとってもとても危険だと思います。今はまだ良いけど、だんだん世の中の風潮が変わってきて、馬がかわいそう、動物虐待だからやめろみたいな流れになって消えていくのではないかと思います。馬を自在に操る技術は見ていてすごいと思います。個人的な意見ですが、障害馬術は様々な障害物を馬でジャンプしたり水に飛び込んだりするので、馬のことを考えると怪我をしないか心配になります。障害馬術とかは馬を所有したり、幼少の頃から馬がいる環境にいたりするお金持ちの人が多いと思うので、一般の方が見るオリンピックには不似合いだと思うからです。乗馬系は全て一括で同じ意見だが、動物を使用する競技は今の時代には合っていないと思う。歴史的、貴賓的には馬を利用した競技は素敵だと思うが、動物愛護への意識が高い今やらない方が良いと思う。5位はスケートボード。みんなの意見はこちら。いろいろな技があるんだろうとは思うが、そもそもスポーツなのかという疑問がある。大きな会場でやるようなものではないと思うし、オリンピックでやる意味がよくわからない。競技名を聞いてもいまいちピンとこない。なんだかわからない。オリンピックという場を使ってそんなにメジャーではない競技をやるのがもったいないような気がする。競技としての妥当性というよりも、競技が流行ることによって真似をする若者が増えているように感じ、それはそのまま治安の悪化につながっているように思えるため、スケートボードは競技している人たちのマナー悪いことで問題になってるのに、マナースケートボードがオリンピック種目になったせいでさらにスケートボードをやる人が増えて、迷惑に思ってる人が増えてるし、実際トラブルになっているのを見かけたことがあります。新しい感覚についていけないのかもしれないが、路上でスケボーをする人が時々いて危ない思いをしたことが多い。あまりいいイメージを持っていない。何が面白いのかわからない。出場している選手が一生懸命なのはわかりますが、他の競技ではダメでしょうかと聞きたくなる。街中で真似するやつとかどうにかしてほしい。冬季オリンピックのスノーボードはスキーと類似したスポーツ競技というイメージがあるが、オリンピックにスケートボードがあるのに違和感があるから、スケートボードやブレイキンがあるなら同じくストリート競技の 3×3 は入れなくていいのかと思う。スケートボードを見ているとどうしても若い子が遊びでやっているように見えてしまいます。解説で難しい技の名前を叫ばれても全然凄さが伝わってきません。4位は 3×3 バスケットボール。みんなの意見はこちら。通常の5人制バスケットボールも競技が放送されることから、わざわざ3人制を見ようとは思いにくいです。選手の違いや細かなルールの違いもわからないので、通常サイズのバスケットボールだけでいいかなと思います。普通のバスケットボールがあるので、 3×3 のバスケットボールも両者の違いが人数の違い以外にわからないし、別に行う意味がわからないので不要だと思った。ストリート競技として見るにはスピードもあって面白いですが、通常のバスケとそこまでルールも違わないので重なる部分も多いから、オリンピック競技としてはなくてもいいのかなと。なぜ 3×3 で競技なんでしょうか。普通の競技55でもいいと思います。ハンドボールやバレーボールのようにやはり基本の競技で始めるべきだと思います。同じ競技で人数や一部ルールが異なるものを入れる必要があるのか、その分オリンピック競技として選ばれていない他の種目を検討すべきではないのかと考えるため、普通のバスケットボールの方が多くの人が言っており、なぜ 3×3 バスケットボールがオリンピックの種目として選ばれたのかについて理解に苦しむため、バスケットボールがオリンピック競技に入っているのだからわざわざ 3×3 のバスケットボールまでオリンピック競技に入れる意味がわからない。あまり面白みがない。5人の普通のバスケットボールがあるなら必要ないと思う。スーパースターも出場するし、 3×3 バスケットボールを見るより
5人のバスケットボールを見て応援する方が盛り上がる。バスケットボールという別の正式種目があるのに、あえて 3×3 までオリンピック種目に加える必要性を感じない。一つのスポーツから派生したものではなく、もっと普及すべきスポーツがあるのではないかと疑問を感じる。普通にバスケットボールがあるのに、なんでやるのかわかりません。多少違いがあるのでしょうが、必要ないと思います。バスケットボールはバスケットボールのみでいいです。普通の人数で競技するバスケットボールが競技にあるのに、人数を少なくしたとてやることは同じでは。これをオリンピック競技認定すると、他のどのスポーツにおいても少人数競技を認定することになる。3位はゴルフ。みんなの意見はこちら。競技が長いくて、いつまで経っても決着がつないし、移動もの多いし、選手によりますが大変かと思います。あと、選手が極めて決められている。広大なコースが必要であり、主要大会は確立されていて、各大会では優勝賞金も非常に大きな金額が動いているため、わざわざオリンピックという大会の枠の中で行う必要がないと思っています。富裕層のスポーツで、普段からメジャーな国際大会があるのだから、そこで認められればいいのではないかと思う。その年、その時、たまたま強かった人が優勝するに過ぎないのではと思う。スポーツという感じがしないから、見ていて躍動感に欠けており、あまり見応えという点においてもなさそうだから、また自分が興味ないということもあります。ゴルフが嫌いだから、環境を破壊してコースを作るところ、クラブや道具にものすごくお金がかかり、金持ちの道楽っぽいところ、プロは意味合い違うけど、道具を人に持たせるキャディ制度なところ、オリンピックでなくてもいつも大会をやっているイメージがあるので、普段の大会との違いがわからない。夏場に長時間屋外で行われている試合の様子を見る気にならない。オリンピックは世間的に注目度が近いアマチュアスポーツが4年に1回輝ける純粋なスポーツの祭典であってほしい。ゴルフは完全にプロの世界なので、オリンピックでやる意味がわからない。サッカーと同じく独自の大会がメインの印象であり、オリンピック出し見ようかなという風になりにくいと感じます。テニスも同じなので迷いましたが、リアルタイムでの盛り上がり方はテニスの方が見ていて楽しいかなと。他の競技は華々しい舞台が少なく、オリンピックにあることが大切な機会である種目が多いですが、ゴルフはそうではないと思いました。競技場の広さが必要なので、それを確保するのに毎回苦労しているような気がするから、著名な国際大会もたくさんあるので、無理にオリンピック競技にしなくても良いのではと感じた。数あるツアーのうちの一つに見えてしまい、メダリストの凄さがいまいち伝わってこない。競技時間が長すぎて追い切れないし、かといってハイライトを見てもスコアや順位のせめぎ合いがわからない。ゴルフはオリンピック競技として昔から疑問を抱いておりました。プロがあんなに確立しているのに、今さらオリンピック競技として普及する必要があるのでしょうか。4大メジャー大会の方が五輪より歴史もステータスもあると思うから。また4大メジャー大会には世界のトップ選手が多く参加するため、優勝することで最も優れた選手であることの証明にもなるため、五輪は不要。普段から商業スポーツとして成立しているので、オリンピックでやる意義があるのか疑問だから、道具がたくさん必要だったり、専用のコースが行ったりと、世界中の誰でもが参加できるスポーツでないのも疑問です。2位はサッカー。みんなの意見はこちら。サッカーはワールドカップという世界的イベントがあるので、あえてオリンピックでやらなくても良いかも。年齢制限オーバーエイジ枠も妥当なのかよくわかりませんし、選手編成が所属チームの意向に左右されるのと、サッカーはワールドカップなど独自の大会を持っているため、また倒れたふりをしたりといったネガティブな面があり、オリンピック競技としての品格に疑問を感じるため、ビジネス市場の大きさで他の競技と差がありすぎる。選手自身はやる気があるんだろうけど、日程などを考慮すると体を壊す心配ばかり。結局 B チームみたいな言われ方して選手にも失礼。ワールドカップという世界規模の国を挙げての祭典が確立している今、オリンピックでも競技としてやる必要がどれほどあるのか疑問に思っているから。サッカーは好きなのですが、オリンピックのサッカーは世代別代表の試合なので、オリンピックではわざわざ見ないので、サッカーの国別代表戦を見るならワールドカップで十分。
五輪直前にユーロやコパ・アメリカ、直後に主要リーグ開幕という厳しい日程が影響し、ベストメンバーを組めない国がほとんど、五輪を重要視している日本ですら、所属チームや移籍を優先する選手が出てき始めた。今となっては、U23 は若手じゃなくなってきているので、U21 くらいにした方が良いと思う。男子サッカーでなく、女子サッカーです。テレビマスコミの思惑が見えすぎて、全く興味ありませんし、オリンピック種目から除外して良い。なぜならレベルがあまりに低いからです。世界最高峰のワールドカップがあり、実際強豪国はあまり重視していない大会のように思える。各年代の大会も充実しており、やるのであればアマチュアのみの出場にするなどするべきである。多くのサッカー選手はワールドカップへの出場を目指していると思うから。ルールとして23歳以下を基本としたメンバー構成になってるあたり、競技団体としてもそこまで重要視してなさそう。ワールドカップ至上主義な競技、オリンピックではあまり盛り上がっているイメージがないため、やる必要がないと思う。有名選手もオリンピックは回避して出場しなかったりするので、サッカーといえばワールドカップで盛り上がり具合が全然違います。オリンピックはメンバーも若い選手中心で、それなら年齢制限を設けた大会に出ればいいので、オリンピックはそれほど興味がありません。ワールドカップやアジア大会等、オリンピック以外でも世界的な大会を頻繁に行っているし、オリンピックよりもワールドカップの方が盛り上がりも大きいため、オリンピック期間は他の競技に時間と観客を分けてあげたい。サッカー競技は年代別のワールドカップやフル代表のワールドカップがあり、無理にオリンピックで競技を行い必要がないため、またたくさんの競技会場や開催期間を設けないといけないので、開催費用や選手にとって負担がかかりすぎるから、サッカーファンからするとサッカーの祭典はやはりワールドカップで、オリンピックはそこまで盛り上がらない。またオリンピックは普段身近にない競技に触れることができる良さもあるが、サッカーほどメジャーな競技はオリンピック競技からなくなったとしても影響は受けないと思う。1位はブレイキン。みんなの意見はこちら。単純にブレイクダンスが嫌いだから、ストリートダンスが起源で暴力性をダンスで取りなそうという背景はある意味ドラマティックだが、半地下のヤンキー文化を彷彿とさせる強さを誇示するようなスタイルが嫌。競技自体を否定するわけではなく、フィギュアスケートなども同様の競技はあると思うが、表現力という曖昧な要素が結果に及ぼす影響が大きいと感じるため、他にもいろいろなダンスがあるのに、なぜブレイキンだけがオリンピック競技になったのかわからないこと、また若い人はわかるのかもしれないが、点数の付け方などのルールがわからない人も多いのではないかと思うので、必要ないのではないかと思いました。競技性をあまり感じられないため、参加者のダンスのレベルが高いということはわかるものの、ノリや勢いなど採点基準が曖昧と思われる面が多く、競技としては成立していないように感じる。ブレイキンってスポーツ競技なの？と思うところがあります。ストリートカルチャーはスポーツ競技とは違う気がします。一般の人が見て良し悪しがわからないと思うし、採点も個人の好みに起因しそうで、それをスポーツ競技とするのは違う気がする。あまりスポーツという感覚がなく、地面に頭をつけて回っているというイメージで、どう応援すればいいのかよくわからないからです。また子供と一緒に見る場合、幼児の息子が真似をするようになると困るからです。ブレイキンはスポーツではなくダンスだから、競技的な印象がなく、見ていてもあまり面白くないし、個人的には興味がないため、ダンススポーツというジャンルらしいが、スポーツではないと思う。ブレイキンなんて聞いたことがありません。何か調べたらブレイクダンスだそうです。面白そうではありますが、オリンピックはスポーツの祭典だと思いますので、ちょっと違うような感じです。見たことないし楽しみではありますが、ダンスを祭典すること自体への抵抗がある。スケボーもそうだったけど、凄さとかわからないので、どう楽しんでいいのかわからない。ただ競技としては応援したいです。ブレイキンはダンスなので、ダンス選手権としていった方が良いと思う。なぜオリンピックの競技として加わっているのか不明であり、かつオリンピックの種目がだんだんいわゆるスポーツ競技から別の競技ダンスなどに変わりつつある気がするから、パリから採用の新種目らしいが、ダンス競技はやはりオリンピック種目にしなくても良いのではと思います。ダンスは技術も必要だが、見る側の好みもだいぶ入ってきてしまうのではと思います。ダンスは芸術なので、スポーツ感がないからです。芸術は点数を競うものではないので、競技として見ることができなさそう。表現に自由度が下がる
るのではないかとも思う。ダンスバトルとは、曖昧な判定基準の中の個性が、発揮さ魅力の一つで、踊る側も見る側もある程度自由に楽しめるべきだと考える。オリンピック競技となると、評価基準が明確になり、自由度という魅力が失われると感じるため、点数化する意味もないですし、採点する側の評価の基準が、明確でありません。観客が見て、楽しめればいい気がします。また、一般的な競技でないことも、理由の一つです。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見も、ぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。